ありがとうございます。で 2D かっこいいねこのゲーム。まあまあまあ試合自体はまったりと見ていきたいと思います。さて A 代遠征はネオが終わったいゲストとなります。ポッポさん VS ヨネ、初手キャラオーガ VS ブライアン。まだ最近コスチュームが増えてキャラが全然僕分かんなくなりました。そう、そして今日はファランが多い。ヨネさんのセカンドキャラはファラン、ファランがね今日はめっちゃ多い気がします。拾い直しは緊急で回避したものの、いったところここから外している。しかしここは右下げ、素晴らしい右下げからの壁位置確認、アサルトからきっちり剥がしてここも緊急。おっと投げが通る、壁位置が微妙、沖からチューチュー、うーん最後にきっちり削っていきます。まずはヨネさん開幕しゃがみ、ガンシャがジャブ確認リフト、おっとバウンドしない、壁位置微妙、入れ替わって下から膝、おっと拾えず下からの起き速攻台、下中ガードで、でももう一回ぶっ込んで投げ落とす。ここも緊急、結構ヨネさんが押してる展開、肩からおっと壁強、壁維持変やけど掴んでこれワンチャンってやつ、まあ普通に緊急交代していく。ああでも最後はワンツーボディ、ヨネさんが2立て、おっと投げから、え交代にえジェッパー入るんですねあれ、はいしっかりバウンド、挑発は逃れた、起き速交代左、次からうーん早い。さて最後はジェッパー確定からきっちり止めていきます。あれナオフレで スピーがいきなりダスターさ出てるしな。このアピールねかっこいいんですけどね、長いんですよね。対象前方戦ツミツモ VS ヨネ、ツミツモが今玄武挑発は当たっていない、ステータス、ここから、うん、投げ抜ける、横に強い、あすみません。さて大変なことがありましたがすいません、すいません。なんとかここは後転で避けながら生交代ボディまで壁位置下がってラインを返していくツミツモン、マッハはガード肘からあーきっちり入れてやる、こういうタッグコンビネーションがあるんだ、さすが DT2。 まずは1ラウンド4年、確かに浮かし系の投げですからね。第2ラウンド開幕、風神交代からアサルトしたけど壁位置が微妙とばかりにアサルトしただけ、蹴り置きカウンター、ここはキックオフで交代、レイジなんで結構めんどくさい、下上中ガード生交代が通る、カモンカウンター、壁位置オフォーミング、ここは緊急、シマハ蹴り置きは上、下読みのジャンステだったが上、いちいち、さて第3ラウンド、これは見てからゲナン蹴り置き、おっと壁まで行かない、ゲナン蹴り置き通っている、アサルトを使って、まあここはレイジどうせ入るんでってところでしょう、生交代だがオキフはぁ、うっコンボミス、しゃがみっぱギリギリ間に合ったダブル、
壁、うおっと、やっぱアサルト絡むと壁コンがめちゃくちゃ難しそう。このゲーム、そこが面白いところの一つなんでしょうが、風神と相打ち、とりあえず生交代、右やっぱ置いている。ここはダブルアップ、生交代、おっと横で下げた、しかし奈落に対して浮かない。した、さあ岩中段ボディを決めていく。第4ラウンド、スカフ、今のスカフはちょっと上手いです、ちょっと上手いでしょう。からアサルトを使っだけ使っての置き攻めは酒ジェッパーからの投げを通す、レイジなんで連携ですぐだが封じ間に合わずからの相打ちした、生交代、もちろん見てからアッパー余裕、きっちり壁、おっバウンドしない、強気に行くが封じスカリー、ここで左サケフだがバウンドはしない、レイジの和也が出てきてワンチャンス、もちろん生交代、最後も中段で刻んでいきます。似たて日清さんが出るまでもないみたいな、ネオさんを探し中、あトリバー、トリバーじゃんけんして 1P2P を決めていただけますか。さて A 代、京都若者チームが爆弾しましたね。まずは A 兄弟先鋒戦、ヒロイモ VS2P がこちらベテラン野茂陰にゃんにゃん、今日も高槻から単身飛び込んできてくれました。ネオダイナモチーム今日優勝候補の一角ですからね、というプレッシャーをかけていく。さてさて 1P A 兄弟見ていきましょう。まずはヒロイモ VS 野茂陰、おっとおいしいの入っちゃったから、きっちり肩までガフ重ねて、野茂陰下がるがスカガク下がってました。ヒロイモ第1ラウンド、あネオさん試合室、第2ラウンド、第1ラウンドはヒロイモ右下げ投げが当たらず、もちろんアサルトを使って、あすげえ、あ減った減った減った、これは緊急を使わざるを得ない。あー左サッカーから右アッパー、リズムよく右アッパーからもっぺん壁当たらないけど下段でフォロー、最後は中中度さすがである、いちいち投げが通る、押したつもりみたいな、中中からもっぺんミドル、結構減ったよ、きっちり2発目カウンターバウンドしない、下当てて生交代、レイジの連携怖いけど肘から、ここは下パン、もう一回老怪、老怪な連携年齢が違うんや、年齢がと分かるに、おっとホーミング、だが投げなんだこれ、リーチ野茂陰にゃんにゃんリード、スカタクは LP のみという、スカカク LP のみという素晴らしさ、さばいて、これブルース減るんちゃうの、減った、あーすいませんそれ見えへんねん俺みたいな、まあ、カウンターで当たってましたけど入れ替わって生交代、壁強やけど投げて、はいここまで、そして中下段、中段はおーっと落ちた5年6年、しかしもっぺん肘まで野茂陰あるんか、ここはヒロイモちゃんと決めていきたい、ロンダーと最後はロンダーと、分かりやすい第5ラウンド、あれ確定、これは確定、浮かない、確定返して、いや両パン見えたから両パン押していくけどなみたいな、そんな野茂陰にゃんにゃん、とりあえず生交代して下おおえジャンスをジャンスで狩るからのロンダーとガード、下から野茂陰攻めていくが止めていった、ステータス技っすよね、すっごい避け方した
壁張り付く踏んで緊急交代、まだ友影にはブルースがいる、投げ抜ける下、あーごめんなさい、セーフセーフ、おおおお両発打ち切って中段ガード、でも最後は肘、まずは若さ、若さの勝利、ヒロイモが勝利。これそろそろ次の大会ぐらい固定でやりましょうか。なんかめっちゃメンツ濃くなってきたし、決めた。次の鉄拳の大会まだ大会形式決まってないから多分固定でやりますね。さて影響隊先方代表戦、ヒロインボ VS 美咲くんナッパ、どうすねこれ。あーなんかボアした、まあまあまあ30超えるとね、あのボアツ増えるんでね、このゲームっていうか対戦格闘ゲーム絶対しょうがないっす。下、さて若さ、若さあふれる攻め、はい下カウンターからバウンド、どうすね下ガード見えてんのかここからナッパがレイジを使って押し返してくるけど下ガード確定しないんだ。攻める、おー左やっぱなんで当たったしみたいな、はい壁投げ大きめを踏んだ、ここで緊急、今の投げれるんすかね、頭当てて壁強だけは嫌、ああっ壁投げ残らず、第1ラウンドは若さの拾いも、第2ラウンドこれね対比できるからね、この試合ワンピーガーがね、ほんと拾いもそのピオチームの若さ VS この 2P が野茂影ナッパチームの老快さ、はいがすごい、これ中段ボディスマーテッタが、おっとバウンドしない、そういうコンボミスはさすがにいいと咎めていくナッパ、まずは下からしゃがんでいる、結構しゃがんでるぞこれ、投げ取る、両パン連覇で耐えて生交代すると思ったの、耐える左アッパーから浮かし交代、さて B 兄弟はまずは日丁がいった、ダイナオが消えてレイジのこれ以上は消えたが、ここまでそばとは壁強にはならない、ちょっと待て、おつけおつけ、しかし最後はジャイアンツスイング、ヒロイモに立て、これは来るか、ナッパ粘れるか、やっちった開幕したガードから確定で、いい感じの壁だったが剥がれた、ロンダーととりあえず弾き返してボブに交代、あるかあるかあるか、ヒロイモボッタチから生交代、はいスパイラルホーン、ここでレイジがなくなった、そういうめくりはちょっとちゃんとボブ風から背面も解除、おー壁惜しい、下生交代、クラッカー帽子上がからの浮かしが通る、壁投げ締め、ここは生交代、ヒロイモ生交代通していく、膝から打ち切り、いやー交代読め取ったみたいな、第4ラウンド投げ外す、はいお前外せんのみたいな、両パン俺外すけどお前外せんのみたいな、マウンドからのめくり入れたじゃなかったはいライト入れたかったけ、さて壁入れ替えて打撃投げ通った、とりあえず確定返して3発止め出し切った、しゃがんだー、いやー老快なしゃがみ、ちゃんと壁投げ釣られてしまった、ヒロイモ第5ラウンド投げコンボ失敗、これは試合にどういう影響を与えるか、あでかい、ちゃんと熱波買っていきます、手すまからノーマル下と攻める、とりあえずラインを返して生交代、肘から中段、おやだがここで逆に
のみにロイズを合わせて、あーどうなる、残ったけど危機、そしてジャイアントスイング、吸っていった、あーおかわり失敗、しゃがんだまではよかったが、勝ったのはヒロイボソノピオチーム、ヨネさんのブライアン・ファランチーム、今日はとにかくファランが多い、ネアガー勢の方から2人ファランがいます。よし京都行こうということで、西井さんあたりが号令して連れてきていくんだ、今日のネアガー遠征、まずは第1ブロック1位決定戦、先方戦はソノピオ VS ヨネ、ニーナ VS ブライアン、なんかねさっきの試合を見ているとこれが寝屋川猛虎というか大阪猛虎というかモンテ猛虎みたいな、そんな台っぽいような感じに見える、バタフライからリバースで飛ばして、しかしここからオートレンジが消える、時間を使っていた、ここは緊急交代、下から中段ガード、下右兄弟ネオさんが取って対象戦ですね。さてワンコンがだいぶ減った、ここは緊急したが緊急4でちゃんと確定コンボ入れていくからの、あー最後はアイボリー、第1ラウンドはそのピオ、もう左下けからの右アッパーから始まる第2ラウンド、無限ステージはニーナ・アンナもブライアン・ファランもあまり得意とするところではないと思うんですが、リーチが長いな、ヨネ、ネアガチームヨネ側の方だと思います。アドバイス入ってこっからフレームデッキになっている、下かっこいい、うおー、そして交代もガン読みだがちょっとコマミスした、でかいのが入る、なんとかこれは生交代からちゃんとバウンド取ってアサルト1,2,3,4まで打ち切りまで入る、あー見てる、ちゃんと前提見てから押していった、取り返しますね、1-1第3ラウンド、左実況してても3回に1回ぐらいしか見えません俺、側面からここはしゃがすてガン読み、ヒール通してトリプルからキックオフまで、あーでかい、ここも生コーダに合わせていく、なるほどこういうのもあるからファランなんですね。さてこっからそのピオ、まずは試合展開をゆっくりにしていきたいが、だがそうさせませんよね、下アイボリーが届かない、おー浮いてしまう、打ち切りが浮いて、だがフルコン失敗、緊急交代で状況五分か、リフトはガード、そして最後は中ゴリスマ、ヨネさん、次ヨネが取って第4ラウンド、無限ステージの立ち回り、外から押してこっからあーフレームさせません、早めのヒール、これを通してアサルト締めの置き攻めというのが最近流行りなんですかね、ステータスでジェッパーが当たらず痛いところそのピを耐えた、ここで交代、いやフレーム返し技、しかし下蹴りをキーカウンターさせてさばく、なんだそれワンコン生交代、レイジのニーナ使っていけるか、ヨネももちろんブライアン、レイジ刺して微妙なフレーム、下ガード、お互いレイジがなくなったフレームだがクロス、あーこの生交代にしっかり浮かしていく、いやーすごいすごい、うまい、やばい、これがネア、いや今日はね遠征で来てもらってる人々がみんな第1ブロックに入ってくれて、多くが第1ブロックに入ってくれて流せる録画的にはでかいですね本当。ちなみに今日の大会は影響台配信されてます、配信されてますので、まあ後でまた動画もありますが、
いろいろ見てください。さて A 代先方代表戦、ヒロイモ VS 4年どういう動きか。おっと、ここにヒール置いてある、フライングヒール置いて、いやー、ファランの構えあり、フラミンゴ以降からのコンボがでかい。あー、超発膝ジェッパー、素晴らしい精度。ワンツースリーまで、しかし B 兄弟、 B 兄弟決まりました。勝ったのはネオダイナモチーム、確定ミスした時はどうなるかと思いましたが、いきましょう。1位決定戦、シエさん、畜生さんのチームとネオさん、ダイナモさんのチーム、はーい、じゃんけんしてワンピーツーピア決めてください。シエさん、ダイナモさんとネオさん、畜生さんチーム、B 兄弟での試合となります。 B 兄弟での試合となります。さて A 代はヨネさんの1ラウンド取っての第2ラウンド、壁位置入れ替える、挑発膝ジェッパー、上手すぎでしょ。ここはキングだが、マッハキック、これ壁強残って、確定一切りは当たっただけ、レイジに勝負をかけたけど、いつものくるくるまで。ヨネ第2ラウンド取って第3ラウンド、このまま俺見てるだけで優勝ちゃうからみたいな、ニッシーさんの不敵な意味。さてここはきっちりスラに対して浮かし確定だったわ、シャイニング当たらず、潰して、ここは緊急、早めに緊急使いますね。これはこれでまた大阪の文化ということなんでしょうか。壁が届くが、あっと振ることできない、もちろん緊急で耐えて、塚がく、壁が近い、ここはビッグジャンスものにしたい。ヒロイモ押し返すよね、そうそう行かせるかと。4発止め、うん、垂直にしてしまった、返し技からのそのままダウン投げ。1ラウンド取り返します。ヒロイモ第4ラウンドローバーからオフ、オフェイントから中断しただから、6番、あーっとこのフレーム知っているとばかりに右下げだが、軸合わせからなんとか緊急で命を流られたヒロイモ、キングファランに代わって、おっとニールはガード、下げから確定、これは交代読んできたか、うわーバウンドしなー、すいません。と勝ったのは日清ヨネチーム、やばいこのままマジで日清さんでママまである、2位決を決めていく、そんな試合です。美咲くんウイングもできます、くっそーコメントが細かい、確かにウイングもできましたけど、さてさてまったりと見ていきましょう。第1ブロック2位決の1戦目、ナッパ VS ポポさん、初手キャラはマードック VS オーガー、画面狭い、画面が狭いぞ、ここでお互い自手キャラに変わって、だからジャックの両パンが通っちゃうからの外すが、ここ右アッパー押し勝ったのはポポさん、残った熱波生交代、いやそれは甘いやろとばかりにちゃんと右アッパーしていく、どうしよう、くすかが間に合わず、さてここからナッパの老下な鉄拳が出るかと思いきや、蹴りよりも右手からさばきと、素晴らしい第1ラウンドポポさん、第2ラウンド左かな通って燃えて追い打ちまで、ここから音を回ったところ前転する、しかしここでまさかのレフト合わせ、これがおっさんの鉄拳やと、投げ両パンですか、全然見えん、間に合わない、届かない、さてこっからスイープ投げ、しゃがんでいた、怖いプレッシャーがかかるが、さて左通して、あーこれだよ、これが老下な鉄拳やとばかりに
前捨てしゃがみからのレフトゥート、なんと取り返します。11開幕サマー共通バウンドから4割本体で取って投げ外す。キジ起き上がり怖え。まだ飛んできた、まだ飛んできた。なんだろこれ。両パンからオーガのコンボはここまでなんですね。暴れているでも浮かなくてでバウンドしなくてでレオープン。マジか。ワンツースリー、どうする。ジャック走ってくれ。しかしナッパ押し返したい。膝カウンター、アサルト使う。な空投げで締めて下から投げしゃがんでいた。さてポポさん取って第4ラウンド、スタップからの投げ、ここは起き上がりリスクを回避していきます。飛んできた飛んできた。でこれ最終弾当たっちゃうわけ。マジかよ。届かない。オーガのクライハンデにちょっと悩まされているかナッパ。つかオーガなんか顔かわいいな。これ一つ目やし。アッパーガードサマソ、なんだこれ。足短で飛んできて投げが通る。でとりあえずこう台頭ナッパ、この変幻自在な動きついていけるか。やっとわかる。ジャックというキャラが出てきたが、ここでレフトゥアサルト使ってフルコーン叩き込みます。マードクに生交代、突破止める、ジャンセ潰す、下のノーマルヒット、そしてこのフレーム右アッパー。先方先制していたらポポさん行く。京都勢さて、のもかけにゃにゃ、しかしのもかけにゃにゃには謎のオーラがある。てか王が可愛い。行きましょう、大将戦法戦、のもかけにゃにゃ VS ポポさん。投げ抜けるからここはジャンセ潰れてバウンドまで、壁は位置がちょっと悪い。起き上がり、これもガードした。大型対策ができているのか。のもかけにゃにゃ、テケタク時代からのプレイヤーだけに大型対策を知ってるといったそんな動き、全然キャラは違うと思うんですけど。怖い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 。全然全然わからん。なるほど、全然わからん。ここは生交代からの投げが通って、しかしその場下蹴り置きカウンター、壁一バウンドしない。ゴブフレから肘肘と、あー投げ抜ける。しかしこのフレームしゃがんでいた。ダウン取って壁いて緊急膝からのスラッシュ、なんだこれ。投げ抜けて、あー最後は野茂陰、大丈夫野茂陰なんや。膝から、おっとブルースお得意の開幕垂直ジャンプライトよく見ます。さて B 兄弟決まっている、 CA さんが勝利。ダイナモさんとネオさんを潰して1位通過は第2ブロック、シエさんとシエさんと畜生さんのチーム。いやー強いとなります。いや B 兄弟も2位決の1戦目いきましょう。ラスタさん、おてけさんチームとナッシーさん、日朝さんチーム、ナッシー弟さん、日朝さんのチームの試合を行います。この3チームのうち1チームしか上がらへんって相当やばいですけどこれはやばい。はい、ラスタさん、おてげさんチームとナッシュさん、ニッチョさんチームの試合を行います。さてとか言ってる間に A 代はのもかけにゃんにゃんが技に立てして、のもかけにゃんにゃんのフレーム鉄拳からライトゥー壁強、さすがに残さず。ここは老怪者の勝利。対照戦見ていきましょう。のもかけにゃんにゃん VS つみつもん。まずは先方
ブライアン VS 平八となっている。うわ、騎士ぶっ飛んで、ここはライトでバウンド取りながら個性切りの引き縁までした。カゲージが入れ替わっているが、奈落でラインを返す。右かかとからだが、ここで出た、ロボカゲクロスカウンター。もうクロスカウンターの前にロボカゲって言いたかっただけですね。ここは交代きっちり読んで見てから浮かしていく。だが壁が剥がれる。タモンガードフレーム、うおー、クロスカウンター。ここに緊急を使わざるを得なくなってしまった。いやー、またクロスカウンター、ノーカゲクロスカウンター、たまりませんね。第1ラウンドノーカゲじゃんにゃん。いやー、膝カウンター美味しいです。第2ラウンドは積みつぼんが初手からパタパタ壁、1,2,3,4 まで6割飛ばして緊急交代を強要していく。ホーミングガードからフレーム、しかしここもそういう技を使っていきますか。上段パンチさばき、RP から奈落、右かかと返し技、様子見で OK と。いやー、壁強敵になってた。見えない壁に当たっている。11第3ラウンド、このノモカゲニャンニャンさんの称号ブブツケがちょっとね、すごい面白いんですけど。第3ラウンドはホーミング当てながら奈落からの置き止めを選択していく積みつぼ、そして交代なんで見てから余裕でしたと。きっちり封じ、壁1、あーでかい、下ノーマル、肘から下ガード確定、さらにもう一度かかと切りまで。第4ラウンド、あー左裂けからの財布、冴えている。壁と2発目のみ、投げは外して、キエンからキエン、きっちり、おっと剥がれる。体力リーダーつみつぼん、肘から右裂け、さてのまけどうする。つみつぼんガン下がり、もちろんスカフ、いやー空振り美味しいですと。バタバタ、届かない、なんとか緊急交代で耐えて、のもかぎにゃんにゃんガード、あー起きる。これはナイス三島、勝ったのはつみつぼんというわけで、つみつぼんさん、ポポさんのチームが勝利となります。チームで勝てはいいや。B 代や B 代でめっちゃ盛り上がってんすけど、これこの3チームから1チーム、2チーム落ちるんですよ、やばいやばい。さて A 兄弟逃げていきましょう。まずは先鋒戦、ヒロイモ VS ポポさん。京都の若武者チーム先鋒ヒロイモに対して、今日は寝屋川 ABC より4名の遠征をいただきました。そのうちの1人ポポさんの、ポポさんが先鋒だから、ここは大きいボディからワンコン取って、その場、あー下、交代読みというわけではなかったと思うんですが、ロンダートに当てながら空投げ締め、かっこいいコンボ。ここは緊急、そういう受け止め通しません。抜けて、いやー確定スイープ、追いかけるポポさん、下当てて、ここも熱波、おっと交代通した、おー右アッパー美味しいです。もちろん全力、もうここまで来たらね、レンジとか言ってない。右アッパー、ロンダーとの出かかりに間に合って浮いた。第1ラウンドポポさん、いやそんな安定ロンダーと通りませんわみたいな。第2ラウンド間に合ってない、おっとサマー怖い怖い。さて前から2択は右中段ガード、そして投げが通る、ワンツースリーからの背面置き攻め、結構めんどくさい、怖い怖い、ジャンステじゃないんやあれで、サマーが当たる、これはあかんやつですね。はい、きっちり取ります、 2-0 第3ラウンド。さてヒロイモオーガに対応できるか、これどう見てもオーガに対応できるな、さげはいロバー、オーガの手見えへんってこんなとりあえずフライングクロスショップ、起き上がりも全然わからん、
普通に後転、そして後退。このジャックへやっと分かるけど来たと思ったら右アッパーで浮いているヒロイモ。あーこの両番も倒してしまう。飛ばして下、なんとか後退に成功した。行きたいヒロイモ、行きたい。これノーマルヒット刻んで、あー打ち切っちゃった。あ優しい優しい、でもそれは確定です。ヒロインを持っていかれてしまった。あそうなんですか。へえ、さすが昔のモンテも格闘みたいな盛り上がりを見せているというレア川、ね、京都の赤団が行ったら最後は銃弾になって戻ってきたっていうのは、ね、有名な話ですからね。モンテ赤団行ったら銃弾にされて帰ってきたっていう、そんな感じの大将戦法でソノピオ VS ポップさん、さて見ていきましょう。まず初手はニーナ VS オーガとなっているが、コワコワつかオーガの技全然わからん。まあとりあえず今の壁強なんでしょう。当たれば刻んでいく、打ち切り、おっと立ってしまうと確定がない。首刈り、もちろんここは緊急。この辺がねやっぱりさっきも言いましたが、大阪出屋川と京都の文化の違いですね。壁際はまあもちろん今のは緊急だと思うんですけど、中央でもアサルト使ったらすぐに近距を使っていくっていうのが目立ちます。こういうところですね。近距なんとか耐えて、アイボリーから壁が入れ替わった、横から下刻んで中段、おっと残った。そうゴネドク1,2,3打ち切って、あー食べちゃったか。第1ラウンドポップさん、第2ラウンド1,2,3この打ち切り、この打ち切り何フレスか。15、よし、いいこと聞いた。え、どっちやろ、何やった。さてワンコン通したポポさん、また空飛んで、これはバウンドはしないけど、もう一度食べて落として、ジャックが待ってた。なんだこれ、なんだこれ、なんかコミック映画みたいな、コミック映画みたいなことになってる。もちろん緊急で耐える、ジャンステス潰す、ハイキックカウンター、わーその場でその場でオパポポさん取って第3ラウンド。さてまずはジャンステッ縛いて画面端、いやーそういう画面端とかちょっととばかりにワープで逃げていきます。さすがオーガ、ここからシャガーパン、うわー投げ通る、ロングスロー通っちゃった、これは美味しい。からの投げ抜ける、さあどうする、あー刻んで打ち切り、打ち切りというわけで2位はポポさんとつみつもんさんち。さてまずは配布2位決定戦の1戦目の大将戦からお送りいたします。2位決の1戦目の大将戦は、いやーマジか。これ2位決の1戦目ですからね。ラスタ VS なし弟、スザク VS 鬼神っすよ。やばいやばい。さて大将戦、まずは右下げアッパーで最初に浮かしていったのはなし、なし弟からのここまでコンボ、下段通してさらに補正切りからなんで置き攻めが続く、ローパーから生交代、ここをしのきたいと会社だ。肩確定させてアサルト、だがここは生交代はどうした、師匠のメクが出てくる、左フラミンゴからの壁強、ちゃんと投げまで通して、お間に合った、ハイキック2カウンターからの、はい壁、ここは下確定決めて、緊急はガードしてしまう、コンバース、おーっとリーキック、そして起き上がり浮かしていった。第1ラウンドラスト、第2ラウンドまずは中間距離、足の長さの勝負、ボトルカットはノーマル、ここからハイキックカウンターから攻め立てていく、この連携生交代で無理やり耐えた、アサルトも交代、師匠が出てきたフラミンゴから、ここはフォーミングガード下、きつい、いやー最後緊急も許しません。
引っ込む前に叩き潰せ。ナッシュを取って 1-1 第3ラウンド下から中段で締める。フレーム使って体力一気に4割持っていった。さて交代から、ここは返していった、入れ替えてゲランガード確定からしゃがんでかわしてフレームだったが生交代通った。しゃがんでおっとスラッシュやった確定。ボトルカット生交代は許しません。ボディからフレーム使いたい、だが右フラ避け能力が高い。下ガードしているがおっと届いていない。スカガク間に合わずホーミング、こちらホーミングがガード、しかしクラミンゴで吹っ飛ばした。スーピーがなし取って第4ラウンド、なしを取っていった。第4ラウンドコンパス下段からラスターが刻んでハイキックノーマル、ここはフラミンゴに入れさせません。7割まで削って浮かしてワンコーン画面越し壁際投げが通る、左入れ替わったが、おっとボトル、これはステータスなんで当たらない。下壁は怖い、生交代浮いただけ、壁から剥がれる、ジャンステ壁ついただけ。有利から中段ガード、ここでフラミンゴの連携が入る、最後も下フレーム怖っ。というわけでカットで、でこのシャオイユめっちゃ可愛いっすね、ほんまにやばいやばい、ほんまにね、そんなそこまでありますよ。やばいシャオイユ可愛すぎ、悪い可愛すぎ、やばい。さて予選最後の試合となります第2ブロックの2位決定戦、先方戦はネオ VS 日朝。さて雷神持ちネオさん、風神雷神鬼神だと思うんで、多分診断の下から2つ目、まずはここまでは日朝が体力リードだったが、下さばきから壁際まで、ここはダブルアームをちゃんと透かして浮かしていきます。おっと生交代確定が当たらなくて、レイジなんで怖い。生交代ギリギリまで粘った、ここでレイジのランスが出てくる。フレーム使って下から、おっとローパンで止めた、砂漠からの生交代、中段ガードガードしている、あー最後は中段。第1ラウンド2丁、第2ラウンド大将で控えているダイナモが苦い顔する。しかしこの下さばき、さすが有利から、これはあの酒こぎをよーっと呼び切り、しかしここで鳳凰からの浮かしが通る。ローキックはノーマル、有利から日朝ガードを固める、生交代大成功。ここからしゃがんでいる、すげえ今のしゃがみすげえ、下だがここ暴れていた、浮かしていったら日朝からの、あわわわわわわわ投げが通らない。なんかすごいコントっぽいことが起こっている。下げてジャンステ当てる、緊急交代、ローパン刻む、怖い怖い、あースカカク、こういうところでねちゃんとスカカクを取っていくのがプレイヤー性能というやつなのか。下だがジャンステやってしまった、リッチョが持っていく。第3ラウンド投げ抜ける、マジかよ。下はいスカカク、まあ、これはちゃんとお仕置きしていきましたが軸が合わない。ジャンステ、いや第3ラウンドはここまで完全にネオのペース、全てを読み切ってますみたいな動きで立ち回っていく。バウンド本体からここでラスに交代、おっとスカカク届かず、
確定返して、上はガード、下からで、そこで生交代にもちゃんとライト合わせます。第3ラウンドはネオがきっちり。第4ラウンド、まずは鳳凰から揺さぶっていく日朝、動じません。下投げ、左が通るから、そのまま起きた、やってしまった。あっ、わっ、あわわわ、セーフセーフセーフ。とりあえずレイジに入ってるジャックを出して、ワンヒット美味しいです。ここはおお、下側もバウンド、アサルト浮いて残るよ。もちろん緊急交代します。しかしここから関西を震撼させたネオドラグノフ、ネオドラグノフの仕事が始まる。下中段から、中段割り込んでカウンター指導、これはカウン、ちゃんと交代読んでいた、さすがの仕事。第5ラウンド、称号鬼軍曹ですからね、ほんまキャラ別称号なんかな。おっと、コンボミス、初手コンニッチはちょっとミスってしまう。トリマーランスに交代して、上揺さぶって飛ばす、下さらに追撃の下、投げが通る、伸びても左投げから、おー、戦、そして壁強、うわー、ニッチョ残したい、運がいい、だから出した、パワープレイ、パワープレイ、手をここに来てパワープレイ、なんとか残ってゲラ潰して、ユポさんからの中段ガード、カウンター指導、下ニッチョまだあるか、投げ通す、ありそうな匂い、ありそうな匂いがする、いやー許しません、いやー許しません、さすがにもう負けられんのやと。え、これ雷神と鬼神って鬼神の方が一個上ですか。なるほど、さてやったってください、いただきました。さすがにこれはレベルが高い対戦になりそうですが、いきましょう。先方対象戦、ネオ VS ナッシュ弟、まずはアサルト、このフラミンゴからの連携が結構単価が高いので、テケンタックにおいては大きな役割を握っているように思えますが、刻んで刻んで、とりあえずファランを下に落とした、そしてジャンスで潰しながらワンコン休めながら、まあ問題ないです。投げは通る、ここはヒールガードからホーミング、そしてなんか黄金連携が通ってしまう。第1ラウンドはネオ、あれなんやろ、あの鉄拳初めてすぐにできる黄金連携ですよね、暴れてたらカウンターして合うっていう。さて第2ラウンド、当てた方も当たった方も苦笑してましたね。第2ラウンドはフラミンゴから、だがそういう暴れもきっちり読んでガード、そして浮いてしまう、いや素晴らしい、減ったから構えていたが軸がずれたのか、すげえな。最後きっちりワンハイ戻り、いちいちかかとからと右アッパー、これはガード下さばいていく、いやさすがのさばきせえの、肩まで半分減った、ジャンステこれは読んでいたのか、緊急が出なかった、おっとフルコン失敗、カウンター指導打ち切って、ガーしゃがんでいる、長年のキャラ対策、ダイナマホエール、第4ラウンド左下げ右アッパー、軸が微妙だが壁に当てながらきっちり、ハムアサルトからのシャープナーは交代で下げていく、うわここで当てていくのが診断、さらに投げてここでレールが消える、だがとりあえずな緊急交代成功、でも緊急交代成功、ラースボディカウンターからのバウンドアサルト、さあどうしよう、まあ緊急と下ワンロー、あーやってしまった、ボディで突っかけていったらネオ
というわけで2位通過、年中正月そんなコメント。では見ていきましょう。オーガかわいいな。8月25日鉄拳タッグトーナメント2アニメテッドランダム2オン2大会伊賀町、決勝トーナメントは準決勝第1試合、先鋒戦は畜戦 VS ポポさん。さて畜戦のこのシングル吉光が、ソロ吉光がだいぶ予選でやらかしてしまった。この吉光をちゃんと止めないと怖い。だが0時の時間稼ぎもきっちりして、ポポさんが画面走ってやつです。だが壁際しゃがみっぱで避けて、きっちりワンコンソロなんで減るよ。さてここ、うわ中断、緊急交代。ここから打ち切りながら膝、マジかよ、全然わからん。下から途中止め、また回って下、で最後飛ぶ。ジャックのデカさで吉光が見えない。第1ラウンド畜戦、何ラウンド、ジャックとオーガがデカすぎて吉光がマジ見えないんですけど、はい壁強。第2ラウンドも第1ラウンドと同じような展開、先にリードしたポポさん、そして0時の時間を終わらすべく稼いで打ち切りガード。ここはおっと移動起上がりだが何も起きない。バウンド、うわーもう一度置き攻め拒否、あの置き攻め拒否は超強そう。見えない見えない、何も見えない、投げは通る、全くわからん。さて起き上がりにバウンドが入る、その場スプリングからの下、でも最後ボディ、わからん。第3ラウンド、さて畜生やりたい放題、まさにもうズリズリって、ね、来ている感じ。ヘッドスプリングからなんだこれ、下ボディ、ジャンステアガード、ホーミングする、怖い怖い。下から打ち切り、上し中段、なんとか止めた。ポポさん俺のターンまだ、いやー来た、俺のターン来た、ハイギャッパー、レイジなんで美味しいです。ワンツースリー、そしてリギャッパーのみ中段ガード、スピープはジャンステドットさん、ワンボディワンボディ、なんとか止める。ポポさん取って第4ラウンド、吹雪からおっと背面で、で投げが通るからのガフ、一発止め、チャンス投げて、わからんかったら投げねえねん、だからそんな言葉が聞こえてきそう、怖い怖い怖い。さてこっから右やっぱ間に合わない、左が通る、結構減る、緊急交代、3発目だから3番、おっと追加が出ない、やり直して刻む、だが最後はステータス、下を通していった。ちょつうわけで先方大将戦、なんか刀にサイコロついてんですけど、ああいう細かいカスタマイズもあるんや。見ていきましょう、先方大将戦、畜戦 VS つみつも、このソロ吉光が今日の大会だいぶ持ってきている。まずは下下下とプレッシャーを与えていったが、ここで和也に代わって起き上がり潰しながら様子見、ここは様子見、回復しきれず、これが吉光ブレードだけはめっちゃ減りそう。ソロの吉光ブレード、スラッシュ危険相打ち、ここで2回目のレイジだが、かかと切りまで大事なのだ。つみつも膝届かない、うわこれが暴れ潰しになりながらコンボができる、おっとフルコン失敗、間に合わない、でも置いてやる。まあまあまあアサルト使う必要はないと、カズヤに代わりながら7クヒット、ここで0時、おっとしまった、久々にノートした、吉光ノート、吉光ノート、恐怖の右アッパーがあるけど、風神と右アッパーの押し合いはおーっとと思ったらバットをしながらです。ナイスナイス、そんな派生あんの、知らん知らん、投げが通る、何も持ってないけど、怖い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 、つかその千手観音の何やろコスチュームがせこい、どっから手出てくるのか全然わからん。
バタバタで締めて、わーでも最後は長くかかと切り、下段ヒットからの中下の二択通していく。ナイス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 、そんな技あるんや。まあどうせガフなんでしょうけど。さて中段ガードから体力も回復する。またまたまた衝撃が襲ってきた。さすがさすが、さすが宇宙海賊、あ、実用的すぎだろその技で。毒斬り、なんだこれ、ナムコの真骨頂。第4ラウンド、はい、きっちり。おっと下をさばいていくからの、今度はちゃんと避けて、いやー何度も食らえるかと。おっとでも軸がずれていた吹雪。おー長くガード、もちろん膝決めて3回転からバウンド。ここはなんとか耐える。突傷ガード、そういえば匂いで突傷を打ってますっていうチーム名がありました。スプリングガード、まだある。匂い突傷まだある。鬼神かわした、下から。怖い怖い怖い、これはガード仕切った。でもフレームがわからん。最後冗談、なるほどね。もう一回2発の目から来た、これがガードフロー。さて第5ラウンド、キシンガード。おっとそういう打ち切り、あーこれが吉光、ネタのような技でたくさんの人間を惨殺していく、これが吉光から起炎剣。そういう連携はちょっとと止めていきます。怖い怖い、吹雪からステータス毒斬り、下がって下がってワンパンジャンステ中段ガードだな。ここで膝が通る。おっとコンボミス、でもここで巻き込みながらワンチャンス。さあどうする、生交代、これ読んでいる、見てから蹴り置き、鬼神ガード、下ガード確定、これはワンボディで中段ガード、しかし左裂け、最後はあのフレーム左裂けで相手の手、しかもコメントが途中で止まってる、どういうことだ。なるほど、まあ入らないですよねきっとね。今日はしかもねファランがめっちゃ多い、鉄拳タッグ2、はい、アニメでのにおけるファランの強さというのを見ていただきましょう。最初戦シエバーサスツミスモン、うわー開幕からオーライ。そしてまあフルコース失敗したもののブルースに代わりながら、てかファランブルースでどっちも火力の出そうな、そんな構成。ワンワンローからキエン攻め立てる、中段確定を捨てた。ここでレイジのファランに代わりながらシエ実利を取っていきたい。スミスももちろん時間を稼ぐ、左かかた下げろ、おっと大きい笛、ライジングブレードと風神が噛み合った。そしてめくり出た、ここで鬼神第1ラウンド、スミスモン第2ラウンド、下から下と下がってかわした、下を返して早めの交代、スミスモン奈落を通す。シエはここからフラミンゴ中段ガード、そして横ふ叫ぶからの壁緊急耐えて、さてシエラインを返しながらここから平八に対して膝カウンター合わせていく、まだワンコン返せ、ここは熱波緊急と中段、うわースカーフマリオット、おっと LP 届かず、下は当たらず、伸ばし球は届かない。さて立ち回り、投げが通る、そしてスラッシュ合わせて平八を引きずり出す、ローが刺さる、さばきが通ってこれが減った、打ち切って、だが交代に当たる、下も当てる、最後の11第3ラウンド開幕、ホーミングしゃがんで下げた、そして避け攻撃カウンターとパタパタ届かないけど蹴り置きを誘っていた、コンボミス、シエおいしい、ここから
ダブルアッパーみたいな何かからのワンコン、だいぶ減る。さて壁際下から入って、ここで生交代、レイジ状態の平八が降りてきた。確定か、キシンはガード、スラッシュを返して下からやっぱ耐えた。おお、ポンケから壁強とどめを刺す。第4ラウンド確定、下ガード確定からの、おっと届かない、ちゃんと封じしゃがんでいる。キャノ対策、生交代、お互い生交代。いやー、ここはきっちりフレーム、最速にならなかったところフレームを取ります。マウンドから減った、内野通る、緊急交代、下ガード、もちろんおそらい最大反撃、減る、下スラッシュ、そして下取り返していきます。第5ラウンド、おっと左裂けからかわして、キシュ伸ばして、ガーッと機嫌は当たらない、緊急交代、支援生きながらえる。どうする、長く膝から、さてここから透かしている、きっちり確定、下ガード下が何もせない、ワンワンロー、平八にガードスミスも奈落、体中段、これはでかい、スラッシュから、おお4番、そして最後は中段、勝ったのはスミスも。というわけでスミスもポポさんちつか、ファランもかっけえしな、 2D、 これこの人ね3種類あるんすね、多分 3D と 2D、 あのカードのあの人の 2D の絵と、キャラデザの人の 2D 絵で、やばい、かっけえ。さて見ていきましょう、準決勝第2試合、ネアガーゼ京都制圧なるか。先鋒戦はヨネ VS ダイナモン、本当にネアガー猛虎が強すぎワロだってなりますけど、やばい。まずはしかしダイナモンがガン押しからの投げたくまで、何もさせずに第1ラウンドダイナモン、第2ラウンド競争出てきた、また競争からかブライアン・エリーで始まる。しかしすげえ、置きジッパーからの壁、挑発は熱波で耐える、挑発はローパーで耐えた。さてここから壁際、まだ壁際だが、ここは置いてある、浮かし交代でダイナモン変わったが浮いただけ。フラミンゴこの連携交代しながら、だが下に強い技が多い、ファランしっかりとエリーを踏み潰して第3アウト、アッパー、おっと拾えない、ローからロー返せ、両番なんとかライトは熱波で耐えた、すごいよ狙ってくんだからの、ぶっこんでローキックから変なフレーム、投げ早い、抜ける、下レジ状態にファラン、ダイナモ時間を使いながらヨネ突っかけていく、ライジングはガード、おっと3発打ち切った、これが浮く、打ち切らない選択肢ないっすよね、あの技減った。ここは緊急交代、壁攻めはやばいと、あんだけ減らしながらちゃんと叩きつけで締めれるファランは本当にパートナーによし、自分で使ってよし。さてここはスカッカー君、きっちり浮かし交代使いながら組んで、さあうまい、このアドリブ力、いやーエリー使いすげえ、アドリブ力。第4ラウンド下から引っ掛けた、ここは相手のエリー対策へのできてなさも利用しながらきっちりいくが、投げ交代、さてエレージのファランが出てくる、踏んで、さてファランにエリーを合わせて大丈夫なのか、これは浮かしていく、スカ角を取って、置き技としても熱いあの技、めくり出たセーフ、交代下クラヒはかわす、下ガードジェッパーガードだが確定しなかった、しかし投げが通る、先方先制したダイナモン。さて今日は初の出陣、
ここまで予選はヨネが4立てるキャラからまたこれがセコい。ザフィーナとか見たことないんすけど、レオは聞いたんですよ。レオはすごいハイスタンダードで強いってのは聞いてきたんですけど、攻撃の時にザフィーナ、まあ日清さんっぽいっすよね本当に。行きましょう、対象戦法戦、日清 VS ダイナモン。下からいきなりザフィーナできた。あー浮かしていく。そうか、浮かし交代あるから赤のリターンがでかい。ちょ減りすぎ、ワロだ減りすぎ、ワロだ9割減った、8割ちょいでコンボ減って中段ガード、まあもちろん確定がある。さてここから下がりながら、やはりメインはザフィーナで交代しながら交代込んで、ザフィーナさらに減らすといった格好なのか。ジャンセ潰した、しかしローカウンター、ローパンで止める、2発止め、おっと交代噛み合った、右アッパーはジャンセ中段からローパン止める、下緊急交代、競争が出てくる、浮かしていった。こういう勝負どころダイナモン逃しません。第1ラウンドダイナモン打ち切りから引っ掛けながら交代、ライドに対してガードからリョパン、すぐに交代、生交代からの、あーすげえ下ガード、これは確定、浮かして背面踏んで起き上がる、ここは生交代、打ち切った、とりあえずロー入れてからもう一回連携が終わらないが、上段避けたが確定せず、そしてここでライト、素晴らしい。あーやっぱりザフィーナも構えがあるんで、コンボダメージは相当でかそうだ。第3ラウンド、ここは座っている、横ではなくて下、座りで下げていった。ローパン生交代、すごいな今のフレーム、生交代もすごい、一発止め、下ガード、おっと確定せず、 LP から下段と下刻んで、座りからまあ交代せざるを得ない、まあそれもしっかりと浮かしていく、わからん、ローパンガード下避けて、レイジのザフィーナが出てくる、勝負に行くのか、ゆっくり行くのか、ええ10連やけど途中で止めた、最後 LP 前面 LP、 ダイナモン取っていく、リーチ、第4ラウンド、下ガード浮かせない、あー打ちり、ああーなんだって、こっからきっちりカフェバウンド、フルコーン、ライトは後ろに下がっていく、そしてここで浮かし交代確定、スカ確定、下から下、そしてフライングクロス、このリーチさ、おっとジャンセが潰れる、下かわしたがちょっと迷ったところだが、もっぺんジャンセレフトゥーからのバウンド、ここは相方見てるだけど、さて取り返していきます、日清第5ラウンド、下懐かしい、ほんま6になりたいことは本当にザキーナのわから殺しには僕も苦しめられました。しかしここもさばいてダウンからアッパーガード交代して、でも投げ交代、ここから起用版のキャラになったテケタク2のレオ打ち切りだが、ここはさばく、あの技も昔めっちゃ苦労しました、避けないとダメなんですよね確か、ホーミングガード、そして交代しながら下段という、いやー最後はプレイヤーの強さをこれでもかと見せつけて、この後またどうせ第2戦も行われるでしょうか、チーム同じなんですよね我々クレストで、これはい。さて準決勝第2試合見ていきましょう。準決勝第2試合は大将戦、日清 VS ネオ、まあ、間違いなく関西でトップレベルの対戦となり、なるでしょう。シャープなガードしながら、あと下ガード、これはきっちり浮くフレーム、
懐かしい、ほんまにザグリーナとか見ないんで懐かしいでしか言いようがない。打ち切りが生コーナー当たりながら、しかしここは中断、これが当たると浮くだけ浮く。打ち切り、おーっと先攻撃突っかけていくのは日清だが、ここでネオ生交代がドラグロフ投げ抜ける。ジョーの連携、打ち切り警戒、しかしここを突っかけ幻妙な鉄拳、無限ステージ、おっとフルコ失敗。右アッパーは避けている、ソバットで放り投げて下下、あっと浮かない、右避けでシャープなカウンター、中段まずは第1ラウンドだよ、第2ラウンド、うわすげえ、ありましたありました、あんなまだレフトボディが、あー右避け下がってアッパー、おっとフルコ失敗、これ美味しいタックル締めて投げ外す、早いだがここ浮かし交代、おっとここもネオコンボミス、日清オーラか、2-1打ち切ってフレーム、これはガード確定。さてレイジ裏から浮かない、あーきっちりガード確定、ネオが取って第3ラウンド、間に合わない、右アッパーノーマルしゃがんでいる、すげえシャープな、ジャンステガードかかとからゲラガードとかくらない、そばと下がっている、ここでヒール、生交代に噛み合っていった、遅らせは熱波で耐える、ザフィーナに交代した、これを下を返す、左から下、さあこれは生交代、完全に見ていた感じ、ちゃんとさばいてワンコン下浮かない、あーでもここ生交代をきっちりアッパーで浮かす、セコさだけでは食っていけんと、さあこれは見ていた、これはこれで新たな削りのテクニックと言うべきか、相手を見ているからこそ、日清取り返す、第4ラウンドネオが投げを決めて先制、下段ガードから下シャープなジャンステアガード、前捨て様子見、しかしここは交代すらをきっちりガードしてワンコン、浮かし交代確定、2敗、中段から重くいく様子見、お互い、お互い読みが深いが、ここで酒かくからの、残って、緊急交代、した。さて、ここからザ・キーナの、西のザ・キーナが、無限ステージ、おー、まずは匂い、まずはビギアップを置いていく。バウンド、緊急交代ガードしてしまう。半ば読んでいたが、近い。さて、ここで体力リードは入れ替わっている。ワンハイから、ジャブで止めて浮かない、だがここの次のライトゥーバーガード、左へチャンスが詰めてバウンド飛ばして交代交代と、あー最後は生交代をケアする、第5ラウンド開幕したガード、ソバットで飛ばして進ま、浮きはやはりあの技反撃が難しい、10になんですよね、投げ抜けが早い、シャープな生交代確定、10連、あー浮いちゃった、鉄拳を楽しんでることとか、そして構え、あっとコンボができない、ここで日清が優しさを見せるからのシャープな下下ボディから打ち切ってローを返していくネオ、あーステータスホーミングガード交代している西へ、シャープラーかわしただけ、中段ガードジャンステ横に強い、そしてアサルト勝ったのはネオ、というわけでネオさん、さてというわけで今日は本当に県外からもたくさんの遠征もありまして非常にはかどりました。
まあ、多分次の大会ぐらいで固定2音ぐらい一遍やってみようかなと思いますのでよろしくお願いします。あ、次固定臨床というわけで本日のランダム2オンズ決勝先鋒戦はダイナモ VS ポポさん。まずはここはポポさんのエディ対策が試されるところ。巻き込みながら3発の目、おー浮いてしまう。だがコンボミス美味しいです。ジャック同キャラ狭い飛ばしながらカウンター美味しい。生交代オーガが飛んでくる。打ち切り確定からのもうでかいってでかいのが刻んできた。さて一旦落ち着いてと止めている。おー釣れた。そういう蹴り置き美味しいです。サバーで釣りながらフクルコン、ここは生交代。しかし食べて浮かして、これは残らない。さて第1ラウンドはポポさん浮かしながら、おーっとここも起き上がり浮かしていった。きっちりアサルト使って壁バウンドは使い切れないが、ここでダイナマエディに交代。打ち切りからの投げが通る。入れ替えて、だがここはオーガの起き上がり、そして食べながらまた食べたよ。あの技強えから、肩だがここは生交代。ジャックに生交代して、ポポさんダイナモこのワンチャンス生かしたい。下下中段ガード打ち切り、あービリビリガード、これはガード、もう一回やれ。下緊急交代サマー打ち切れない。どうするのこれ、どうする、転が回る回る、オーガちゃんかわいい、回る突っ込んで一発止め、回れない、後ろから来た、後ろから来るぞ気をつけろみたいな、でまた後ろから来た。なんだこれは、いいだろサマー一発止めなんでちゃんとバウンドと打ち切れない。ここは生交代ダイナモ、アサルトのお釣りがある。またサマーからの下、すげえ早交代、おおどうして王が浮かないのか。しかしダブルアップ、あ上行った、なるほど下ガードきっちり当てて、さあどうする、右アップ2回ガード確定なんてなかった、からのダブルアップ投げ抜ける、中段ガードこれ浮かない、右アップ、これはさすがに終わってしまう。勝ったラッポさん、いやあっこで交代せずに押して、我らがネオさん、だがここで最後の資格ポポさんを止めないと京都制圧されてしまう。さてさて見ていきましょう、大将先鋒戦ネオ VS ポポさん。まずスイープ、ここから裏当てて、と拾えない、右アッパー、ここは左だけ、とアサルト出ぜ、スイープをさばく、逆に安くなったが、まあ、問題ないんでしょう。さて、おっと打ち切った、これが壁強、あっとでもごまかした、肩コンボはできなくても立ち回りはできるみたいな。第1ラウンドネオ、いやー鉄拳はそういうコンボ入れるだけのゲームでは全くないんで、いかにして当てていくか、そして相手に対応するか、そういうところ見ていきたい。ヒール2回置いてある、アサルト使って壁際、なんとか交代、ジャックが出てくる。ポポさん下でかい、ここから右アッパーシャープナーで入っていく。ネオ下当てて、
これは確定返していく。勝負の左だったな金系。おっと軸がずれてる。おいしいバウンド、アサルト、ワンツースリー、残って金系。まあもちろんこれ確定返そう。あーサバが強い。一発止め、バウンド飛んでって 1,2 のサウンド、ポポさん取り返す。 1-1 第3ラウンド下、早アサルト拾えない。おっとあのドラゴンフツ使いのネオさんがアサルト拾えないだとってなってしまう。今日は相当調子が悪そうだ。だが投げてで交代見てからライトゥーと壁。おー落ちる。投げしかし抜ける。あー見てからスイープ見てからスキル余裕でした。そして投げもきっちりしゃがんで肩と、この対応力。根を取っての第4ラウンド下ガード。うおーオーガとか全然わからんと思うんですけどね。すごい。これも肘で飛ばす入れ替え。おっとアサルトガード、ローパンで止めたがジャンスで巻き込んでスキンケ。さあポポさんワンチャンスあるが、ミヤパー1回目壁が近い。うわーごまかしの投げも通らず。中段からシャープな生交代、相打ち下右アップ下諦めない。オーガに代わって来たよサバ。ワンチャンの匂い。緊急交代、投げが通る、燃やしてからの、あー蹴り避け冷静。ローキックがまさかの当たらなかったところ、ここは超えていきたい。つみつもというわけで本日のランダムツーオンツー、たくさんのご参加皆様ありがとうございました。来月も日程、はい、29にもらってますんで多分固定ツーオンでやろうと思います。次ははい、たくさんのご参加お待ちしております。決勝対象戦ネオ VS つみつもん、まずは相手の攻めを誘いながらカウンター確定、半分まで持ってくる。ちょっとお互い様子見したところシャープナーが2回使っているが、つみつもここをスルー。ジャンセ軸ずれ、ワンツー投げ外す、早い下ガード危険剣剥がしながら壁バウンド、ワンツースリーから1、2で踏んだ。ここは近畿を使って入れ替えていきますネオ。13置いている、届かない、お互いの攻防。キエンからアサルト確定、すげえ。そしてこれはきっちり剥がした、交代見てから余裕でしたと。ジャンセガード、ここあってもオキフからの交代、踏んで下までしゃがんでローキック、しゃがんでローキック第一ラウンド、スミスボン、かかとが当たる、でかい。アサルト投げが通る、なるほど。ローバンからムヒール強いからの壁攻め、有利から生交代、すごい。そういうのもありか。これはつみつも厳しい。バウンドからのアサルトワンコンボ、目を取り返します。第3ラウンド、キシンケン、キシンケンなど壁剥がし貼り付けてロック回り緊急、しかしスカカグネオワンコンボ返します。ここはダブルアップ狙いの本体のみ、壁攻め通しません。先行力剣下からと避け攻撃、ここは冷静に下がっていたつみつも、いやでかいバウンド、膝重ねていく、スイーツモン先行。第4ラウンド10連5ラウンド目、届かない、大きいわ、おっと間に合わず。ここは強気にいったスイーツモン、しかし大きい LK カウンター0時にならないんで本体ダブルアップだが生交代
シャガバンナマロからの中段ガード打ち切りもガード、そしてオキフだがコンボが安い。ここはネオ命拾い、でもスカカク見せしゃがんでよけてのダブルアッパー残って、さあネオのドラグロフ、ネオここからの挽回はあるのか。ヤクダキックノーマル、奈落打ち切った、アサールとカウンター拾って壁バウンド、アサールと全力緊急使わせて、ここ来たかシャープな角度切り、ユーリは下から踏んで、あー届かない、あ届かない、ジャステップ踏んで右アッパー届かず、ダラクマルというわけで勝ったのは